お疲れ様です。本日はね、1時間軸だけをお見せしております。特に解説することがないんですよね。まあ、というのが、理由は今週はずっと同じなんですけども、こんな価格、154円なんて前代未聞の価格をつけてね、これ本来だったら介入がガンガン入って押し目を作ってくれてる段階なんですよ。まあ、口先介入すらなくなりましたね。一体152円の防衛ラインっていうのはどうなっちゃったんでしょうか。このまま155円とかね、160円とか、いってしまうのかなと思っちゃいます。で、本日4月18日木曜日朝6時半なんですけども、G20 が本日から始まります。そして明日終わります。この1泊2日の予定で、おそらく議題にはなくても話題にはなると思うのが、このドル円、日米の金利差だと思います。為替差だと思うんですよ。いや、ですからね、それが明けるまで、私も何とも言えないかなと。今、何がしかの仮説を取ったところで、テクニカル的な解説にはなりませんしね。で、さらに、大きな材料が、こうやって G20 って言って控えてるところで、まあ、言うことがね、本当にないんですよね。だから気を持たせて申し訳ないんですけども、ただ、もう、こういう一週間だと思うしかないです。特に、三十数年ぶりの、極めて異常な価格高騰、円安ですからね。はい、ということで FX オリアージの皆様と、それから速稼塾限定動画の皆様、とりあえず被害がない、そんな1週間ね、エントリーをせずに私生活を整えたりとかね、新しく始まる来週に向けて、英気を養っていただければと思います。こういう時はあがいても仕方がありません。テクニカルが全く作用しないのと、介入がね、人質に取られてるようなもんですから、無理せずやり過ごしていきましょう。それでは。